初代ライトヘビー級王者決定トーナメント1回戦、藤井和久 VS 野路竜太。青コーナー 93kg フリー藤井和久。日本の総合格闘技の創世記から活躍する古川です。藤井和久。赤コーナー 91.7kg チームだろう野路竜太。リーク初参戦、2本目のベルトを取りに行きます野路竜太。リープ初代ライトヘビー級王者決定トーナメント1回戦5分2ラウンド、1回戦最後の試合を迎えました。さあ画面向かって左が藤井克久、そして右が野路竜太。リープは初参戦となります。昨年の11月 CMA 認定の KPW ヘビー級王者に輝いた野路、2本目のベルト、ディープライトヘビー級のベルトを取りに行きます。こちら藤井、現在は5連敗中。さあ試合が始まりました。小久保さん、はい、元極真の野路が初めてディープに登場ですね。そうですね、今までヘビー級で勝負したんですけども、今回はライトヘビー級93キロですね、試合始めたんですけども、だいぶスッキリしましたよね、はい、腹つきが、はい、一方この野路に対する中速の蹴りですね。中速の蹴りが出ました。さあこの藤井ですけども、こちらはレスリングベース、今日はシューズを履いています。力されてましたね。力されてですね、タックルで上になりました藤井。ここはしっかりとハーフを取っていつもの展開ですね、はい、コツ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 やってパスガードでボディから、ね、藤井選手はシューズを履いてるじゃないですか、シューズを履いてるんで足が抜けにくい場合があるんですよね。ははは、はい、この挟まってる足ですね。そうですね、最後に引っかかってしまうんで、そこをどう展開してくれるのか楽しいですね。このハーフガードの足を抜きたい藤井。そうですね、シューズを履いているというのが一つのポイントになるかもしれません。ミクさん、はい、ミクさんも以前ウィンディー東美戦でシューズを着用していましたけども、はいはい、やっぱりこれ変わりますか。ああアームロック取るか、決まった。 V バーアームロックか、 V バーアームロック。さあアームバー、いやこだわってここ、まあ、時間があるんでしっかりとですね固めたいですか。膝を押さえて何回もチャンスを大事にしたいですね。押さえに行きます。さあそしてもう一度もう一度いくか、アームロックか、マウントまで行きます。アームロック、もう一度マウントまで。野路も立ち上がる。で10時、すぐ10時。ああ上になった、向き合いました。野路が上になります。よく止まりましたね、この試合でもあれですね、お互いのやりたいことがもうはっきりしてるんで、フィールドですね、はいはい。まあ、藤井はタックルから上になりたい。そうですね、足関節、足を取りに行くか、そこハーフガードに潰してしっかり殴りたいですね。膝を立てています藤井。さあ上になっています野路竜太。藤井選手やっぱシューズを履いてるんで、はい、上は取りやすかったり踏ん張りやすかったりテイクダウンが強いんですけど、下になってしまって立ちづらいっていうのがあるんですね。どうしても引っかかってしまうんで、はい、下からの寝技がしづらいっていうのがあると思うんですよね。なるほど。さあパンドです。強いパンチですね今のは。強烈なパウンド。ミクさん失礼しました、先ほど話途中になりましたけども、やはりシューズ着用すると影響っていうのは大きいものですか。そうですね、それは自分の中ではあったんですけど、まあ、私の場合はそれでも打撃に固執したいというか、はい、打撃にこだわりたかったので履いたんですけど、やっぱり頭の中にはそういうことは考えてます。スタンドの打撃においてはやはりシューズ着用すると変わりますか。そうですね、踏ん張りが効くというかグリップが効くというかそういう気がするんですけど、はい、ボクシングベースの選手は履きたがりますよね。あ、どうしてもパンチ踏ん張るのがねシューズなんで摩擦が変わってきますよね。今のちょっと前のシーンなんですけど、野路選手が面白かったんですけど、今胸に手を当ててハッキリやったんですね今、はいはい、あれ胸手を上げてあれですよ、瓦割る技なんですけど、はい、それ今やりましたね、はい、この辺りは空手仕込み。さあパンド落としていく、パンド落とす、ここでまとめるか、まとめる、ストップ、ストップ、野路が最後足を曲げました。野路強烈な鉄槌、そしてパウンド、フリーを粉砕しました。豪快な KO 勝利。試合タイムは1ラウンド3分18秒。
レフリーストップによりますテクニカルノックアウト、野地龍太豪快な勝利。あ、左の手には KPW のベルト、2本目のベルトに向けて好発進です。いや、熊久保さん、はい、最後は豪快な KO 勝ち。そうですね、やっぱりこの選手はやっぱ拳が非常に重い選手なんでね、パンチ効きますよね、はい。でもちょっと僕としてはですね、その発揮がちょっと気になりましたね、どういう効果があったのか、はい、そのあたりはやはりこの空手の動きというのが、はい、その時に出るわけですか。やっぱり、ね、野地選手もやっぱ菊野選手のやっぱ活躍にすごいやっぱ刺激されたそうなんですよね。やっぱ空手というものをこの総合格闘技のスタイルにあのすごい取り入れてるんで、はい、自分もやっぱああいうものを目指していたので、やっぱそれを先にやられてしまったっていうのがあって、はい、やっぱ野地選手もやっぱ空手を生かして、やっぱ空手家としてやっぱ総合で勝ちたいという思いが強いんですよね。なるほど。なんといっても元極真全日本選手権4位入賞、はい、世界選手権は7位に入賞したことがあります野地龍太。まあ、でもよくあの危ないシーンを乗れましたよね、野地選手も、はい、まあ、藤井とがっちり握手を交わします。すいません、一言だけ、自分、藤井勝久は、今日の試合をもちまして新しい人生に進むこと、今まで自分のことを支えてくれたいろいろな皆様、自分にかかってくれた皆様、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。失礼します。おっと、これは引退と聞かないともよろしいですかね。そうですね。いや、ここのところ、まあ、5連敗中と結果に苦しんでいた藤井勝久、これで6連敗、はい、やはり一つ区切りを作るという決断ですかね、熊本さん。そうでしょうね。ありがとうございました。絶対チャンピオンになります。皆さん、お忙しい中、応援ありがとうございました。やっぱり最初ちょっと危ないところもあってですね、すごくグラウンドテクニックがあったので危なかったんですけど、まあでも見た目ほど危なくないんで安心してください。いつもはああいう感じなんで、次もああならないようにするんですけど、なってもまあ返しますんで大丈夫です。まあ、いつもあの本当に応援してくださってる牧久夫先生、どちらにいらっしゃいますか。先生、どっち。先生、いつもあの応援ありがとうございます。本当に地方を負けて応援していただいたりですね、本当に、極真の本当に大先輩でですね、ちょっとマイク長いですけどすみません、あのぜひこのディープのベルトを取って取ることが先生に対しての恩返しの一つだと思ってますんで、次も頑張ります。おはようございます。青木さん、大丈夫ですか。いやあんなにこうお酒が似合う先生いないですよね。ずいぶんお顔が赤く、ね、なっていましたけども、やはりその嬉しい気持ちを報告したいという